EMC 製のウィントンエンジン搭載の入れ替え機とは、エレクトロモーティブコーポレーションが初期に製作したディーゼル機関車のうち、ウィントンエンジンコーポレーション製の 201A 型ディーゼルエンジンを搭載した多数の車種について述べる項目である。ゼネラルモーターズが車両製造メーカーである EMC とエンジン製造メーカーであるウィントンエンジンを買収し、ディーゼルエンジンを使用した。 鉄道車両の製造を本格的に開始したのは1935年2月である。以後、1939年1月まで、ウィントン製エンジンを搭載した機関車の各形式が合計175両製造された。本校に記載する車種のほとんどは、後日の2種類のエンジンと2種類のフレームの組み合わせで製造されている。600馬力エンジンを搭載する S シリーズと、 900馬力エンジンを搭載する N シリーズがあり、フレームの種類で形式が分かれる。フレームの長さは同一である。ウィントンが製造していたディーゼルエンジンは 201A 型エンジンといい、潜水艦に使用されていたものを転用したものであった。ピストンにボアは8インチ、ストロークは10インチで1気筒あたり502.4リッポインチであった。直列8気筒と V 型12気筒の2種があった。直列8気筒エンジンは排気量65.9リットル600馬力であった。このエンジンを搭載する車種のほとんどは形式に S が付く。出力の600馬力に由来する。V 型12気筒エンジンはシリンダーを60度に組んで排気量98.8リットルとして900馬力であった。 車種によってはエンジンを2機搭載したものもある。このエンジンを搭載する車種のほとんどは形式に N が付く。出力の900馬力に由来する。S シリーズも N シリーズもフレームの製造方法によりさらに2種類ずるに分けられる。鋳造フレームを採用した車種のほとんどは形式に C が付く。鋳造フレームは入りの異種。 グレーナイトシティのゼネラルスチールキャスティングが製造した。溶接フレームを採用した車種のほとんどは形式に W が付く。溶接フレームは EMC が自社で製造した。エンジンの搭載位置の関係で煙突はフードの車幅方向中央ではなく運転手側から見て左に変異している。これは直列エンジンであるためである。N シリーズは中央に位置する。S シリーズは N シリーズよりフードが若干短い。車端部デッキ上には電装品箱が設置されており、S シリーズは扁平で丸みを帯びた形となっている。201A 型エンジン搭載車は、後のエンド 567K エンジン搭載車と異なり、フード側面の前端に小さなルーバーが開口し、フード上あらには換気のために覆いのついた換気口がある。 567系エンジン搭載車は、側面のルーバーはなく、フード上面はグリルが設置されている。S シリーズは合計で114両が販売された。1935年、2両の試作車両が製造された。大枠は鋳造。量産車と異なり、フード上圧らの運転台に向けての下り傾斜がなく、フード側面上部のルーバーは左右各6箇所であった。 これらはエンドのシリアルナンバー516、517号として製造され、デラウェア・ラッカワナウェスタン鉄道の425号、426号となった。426号は同鉄道の塗装のままジェネシーバレー鉄道にて使用されているが、エンジンは1962年に567バイト型に換装されている。 1936年5月から1939年1月にかけて42両が製造された。大枠は鋳造。前述の試作者と合わせて40両とする場合もある。オリジナルの所有者は以下の通り。SC は以下の2両が保存されている。1936年12月から1939年1月までの間に77両が製造された。 溶接大枠の機関車。オリジナルの所有者は以下の通り、2両の SW が現存しているが、どちらもオリジナルのエンジンではない。S シリーズと異なり、煙突はフードの車軸方向中央に位置する。N シリーズは S シリーズよりもフードが若干長い。車端部のスペースの大きさで見分けることができる。また、車端部デッキ上には、 伝送品箱が設置されており、N シリーズは角形で大きなものである。1935年3月に製造された NC の試作車。形式名は900バリーキを示す。量産車と異なり、運転台が端部でもなく中央でもない位置に設置されているのが外見上の特徴である。フレームは溶接。デモ車として EMC のロードナンバー518とされた。 由来は製造番号である。イームシーは組み立て工場を持っていなかったので、デラウェア州ウィルミントンのベスレヘムスチールで組み立てられた。デモンストレーションが終了すると、10月にはフィラデルフィアベスレヘムニュー、イングランド鉄道に売却され、203とされた。これは後に55に改版された。さらにハリッシュライン鉄道に売却され、10となった。 NC は1937年5月から1938年1月にかけて5両が製造された。伝送品は自社製とするには設計が間に合わなかったため、ゼネラルエレクトリック製を使用した車両とウェスティングハウスエレクトリック製を使用した車両があった。台車は R の A 型台車。本形式には総括制御装置はない。オリジナルの所有者は下記の通り。 ミズーリ州セントルイスの国立交通博物館に408が保存されている。NC1 は1937年3月に5両が製造された。伝送品はすべてウェスティングハウス。NC との際は NC1 には総括制御装置がついていることである。台車は R の A 型。全車がバーミングハムサザン鉄道に納車され、71から75となった。 NC には1937年7月に2両が製造された。NC1 とは配線が異なるのみである。フレームはゼネラルスチールキャスティングス製。台車は R の A 型。前車がミズーリーパシフィック鉄道に納車され、4100、4101となった。NW は1937年9月から1938年12月に、 かけて8両が製造された。NC と異なり、フレームは自社製の溶接大枠である。台車は R の A 型。オリジナルの所有者は下記の通り。ウィスコンシン州グリーンベイの国立鉄道博物館に保存されているミネアポリスセントルイス鉄道の NW1D-538。D NW1 は1937年11月から1939年1月にかけて27両製造された。201A 型エンジンを搭載した N シリーズにおいて最も量数が多かった。フードが延長されフロントデッキに位置していた伝送品箱がない。伝送品は GE 製であった。台車は R の A 型。オリジナルの所有者は下記の通り。 NW1A は1938年12月に3両が製造された。発電機は GE 製だが、駆動用モーターは EMC 製となった。台車は R の A 型。前車がミネアポリスセントポールスーセントマリー鉄道に納車され2100から2102となった。NW4 は1938年8月に2両が製造された。 フードの運転席側の内部には、客車暖房用の蒸気発生装置を搭載することが特徴である。これは、客車の入れ替えに使用されるためであり、スイッチャーにおいて蒸気発生装置が搭載された初めての例であった。蒸気発生装置用の水タンクは床下に配された。本校の多形式では床下に搭載されていたエアタンクは大型化した上で、 ラジエーターの前に移設する必要があり、そのためにフレームが長い。フードと運転席は N シリーズ共通のものであった。台車は R の A 型であった。これは EMC のデモ車511と512から流用された。前車がミズーリーパシフィック鉄道に納車され4102、4103となった。1959年に解体された。T は EMC 唯一のトランスファー、ロコモティブとして1936年5月に製造された。車体形状は、突型で、両端のフードには、V 型12気筒の 201A 型エンジンを2機、搭載していた。合計出力は1200馬力。伝送品は、GE 製。車軸配置は BB BB、BBBB。 4組の台車を2組ずつ組み合わせたスパンボルスタであり、その上に車体が乗っていた。本形式のメインフレームは常に追加していたため、エンドに戻されて補強を受けた。イリノイセントラル鉄道に9201として納車されたが、すぐに9202に改版された。1950年に解体された。ディーゼルローコミューティブス、ザ・ファースト50イヤーズによれば、 55、ありがとうございます。